対戦相手の方が見つかりましたよ。よろしくお願いします。よいしょ。で、今回からね、またパーティーを、そこから収録してるんだった。今回もカップデデプと、もっと上を目指すシングルレートやっていきたいと思います。そう、動画のね、テンポ向上のために、タイミングをずらしてるわけですが、そうですね。今回はこんな感じの、まあ、なんか強そうみたいなパーティー組んできたんで、そうですね。まあ、上2匹で起点作って、まあ、残りルカリオとか、まあ、リザードンとか馬車とかでって感じですかね、お相手のパーティーは。そうですね。カビゴンかとりあえず、各地で持ってきるポケモンいなさそうですね、うちのパーティーには。まあ、リザードンがちょっと欲しいかな。リザ欲しくて。まあ、ルカリエは上からテテフのスカーフで殴って倒せるので、テテフ悪くない感じはある。初手だよね、カバから入るのか。初手がなぁ、左上な気するんですよね。とりあえずセルスロック巻きたいと思うんで、こっちのリザード見えてるし、相手はリザードよりかはルカリオ。いや、テテフ、コケコテテフリザードンでいい気がしますね。そんな感じで初手は行きたいと思います。それでは対戦よろしくお願いします。そう、見てもらったら分かる通りね、1650切ってるんですよね、このレートの終盤で。笑ってらんねえって感じですけど。まあね、この雑予想みたいなパーティーでいきたいと思います。多分初手は2匹のどっちかだと思います。あ、カピゴンから来たか。しんどいな。どうしようか。初手何から入ってくるんでしょう。いや、ちょっとわかりませんが。とりあえずボルトチェンジで交代しますか。ボルチェンでいきたいと思います。さあ、ボルトチェンジ。何度もいかないですよね。このまま殴り合ってもいいことないと思うんで、カピゴン相手は。まあ、リザードンのドラクロで殴っていきたいですかね。さあ、リザードン。さあ、呪い。これ突破できるか。あ、まあ、ここは釣り舞いしましょうか、素直に。多分一発だ。いや、自信一発耐えるかな。でも相手からするとここ自信は打てないと思うんですよね。メガ進化しない可能性があるんで。メガ進化してしまえば一発恩返し耐えて、次の釣り舞いからのドラゴンクラウド落とせると思うんですよね。なので、ここはメガ進化しちゃっていい気がする。ここは多分だけど大丈夫なはず。ドラクロドラクロよりかは釣り舞いの方がいいと思う。釣り舞いで。さあ、メガ進化。ここで自信は打てないはず。まだメガリザードバイの可能性を相手は捨てきれないはずなんで。まあ、熱い脂肪じゃなくて食いしん坊が多いと思うんで。食いしん坊だと思うんですよね。ってなると、リザワイのオーバーヒートとかで飛ばされる可能性もありますし。さあ、呪い積んできた。さあ、これで等倍になりましたね。まあ、リザードン削り役で終わっちゃいそうだな。エレキフィールとかですけど、これ雷パンチよりドラゴンクローノが入りますよね。威力80、75なんで。タイプ1の 1.5 倍、フィールドの 1.5 倍。あ、でも、麻痺の可能性があるから若干雷パンチの方がゴフっといた方がいいですかね。ガブリアスバックはまあないと思うんで、それ考えるとこう雷パンチでもいいか。麻痺の可能性を考慮して。一応最大打点でいきましょうか。ランスで落ちるかもしれないですし。さあ、ドラゴンクロー。あ、全然だ。さあ、HP が半分も回復する。いやー、これきついぞまだ積む。これ、急所も引かないと無理か。まあ、リサイクルは持ってそうですよね。ここでリサイクルかな、打つとしたら、一発リサイクルしておきたい気がする。相手からすると。そんな気しません？こっち沼します。殴られたら笑っちゃうけど。ですよね、ここリサイクルですよね。で、ここで次のダメージが結構入るんですが、半分削れないかな。まあ、麻痺頼みの雷パンチちょっと打ちたいと思います。
麻痺したら美味しいということで、さかみどりパンチ。麻痺しない。さあ、ここ素直に殴ってくれますかね。さあ、自信。リザードも当然ダウンと。これも無理だよな。どう考えても無理ですよね。コケゴ出して10万10万で落ちる HP じゃないし、テテフの最近の打ってコケゴ1匹残って残りの裏のポケモン全員見れるかって言われると、まあノーですよね。コケゴで、コケゴの10万が多分半分いかないんで、相手からするともうリサイクルで粘れちゃうんですよね。なんでここはテテフ出して最近の打たないといけないんですけど、いやでも、テテフの最近で打つ恩返しで突破されるで、コケゴの10万で落ちないか。それ問題だな。どっかで急所挟まないといけないかな。最近で。いやー、普通にカビゴンで詰んでるのか。リサイクル。多分受かってないんで。あ、一応ギリ受かってるか。こっち急所と D ダウンの可能性があるんで。これ遠慮されてるだけだったら試行回数増えるんで、むしろありがたいですね。ここで D ダウンもしくは急所引ければまだワンチャンあると思うんで。最近ね、急所か D ダウン。引けないか。あ、でもこれむしろここで急所引ければむちゃくちゃ美味しいですよ。嫌な身発動させずに突破できるんで、ここ急所いかないかな。急所あー、引けないか、リーダー。まあ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 。さすがに殴ってくるでしょ。ですよね。いやー、これは負けだな。3回中1回でもDダウンか急所引けてたらよかったんですけど、まあ、そのわけいかないですよね。ワンチャンあるとしたら、ここの10万ボルトが急所に当たる、もしくは、10万ボルトにまあヒット相手が動けなくなるくらいですかね。最後までワンチャンあると思うので、まだ10万で仕掛けていきたいと思います。10万ボルト、まあ急所でも落ちないか、マヒルくらいしかないかな。リサイクル。マヒのね、ワンチャンがあるんで、まだここは諦められないですね。いやー、こういう妖精カビゴンに詰まされたのは私多分初めてですね。レイドここまでずっと何百戦かやってるけど、シーズン1から含めても多分今回が初めてだと思う。さあ、リサイクル。いやー、でもこれなー、もう無理だよなー。裏のポケモンとか考えるとね、馬車とかいたらもう終わりですし。さあ、10万ボルト、麻痺ってほしい。麻痺しない。さあ、ここで麻痺しなかったら、おそらく相手自信もしくは恩返し打ってるんで終わりでしょうね。無理か。まあこんだけ当て追加効果引けないってのも実は珍しいんですけど、まあ、大変ありがとうございました。鹿の実とは言っても A3 段階上昇ぐらいしてるんで、まあ耐えられないですね。耐えるんかい。耐えるんかい。まあ、ルカリオとかいたら先制技で持ってかれるんで、まあ無理ですけど。まあ一応ね、いない可能性あるんで。いやーもう早く殴ってほしいなー。殴って倒してほしいなー。こっちは10万麻痺があるから諦められないんですよね。ワンチャンあるからな。全然。ないわけではないんですよね。ありがとうございました。いやー、ひどい試合だった。何もできませんでしたね。私のパーティーだったらどうやってカビゴン潰すべきだったんだ。パレも多分無理ですよね。カバルドンで吹き飛ばすしかなかった。それかな。対戦ありがとうございました。カバ出すべきだったかな。
カブのあくびとか吹き飛ばすとかで崩すべきだった気がしますね。いやー、ソテー、まあ、いっか。それでは次の対戦に移りたいと思います。それでカットしたいと思います。それじゃあどうぞ。それでは対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。すごいアーティチックですね。どうなんでしょう。一応全員アケモン適性あると思うんですけど、あるよね、闇しずく持ってありそうに見えるんですけども、そうですね、あるとしたらミスセットとかなんですかね。あんま詳しく知りませんけど、コケコ出したいけどヒートムバナがきついですね。そうだな、ヒートムはリザ X で見れてる。テデフが、テデフだったらまあバナとヒートム見れてますよね。ヒートム見れてないか、まあ、ヒートム対面からだとか出ると思うけど、バナとあとはサザンにも強い。こうなってくると相手のテデフがちょっとしんどいですよね。受け出しできなくなっちゃうんで、どっかしら犠牲を出さないといけなくなってくる気がする。お相手からすると、まあ、コケゴ通ってるような気するんで、バナか、ヒートマ来ると思うんですよね。いやー。コケゴいないと左下、まあ、コケゴいても左下ちょっと厳しいかな。リザ X の雷パンチもそんな範囲なんでしょうし、返しの水デッドとかで多分落ちるでしょうしね。まあ、コケゴテデフリザードンにしますか。あ、さっきと同じもしかしてこの選手。まあ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 、それじゃあよろしくお願いします。川で起点作ってってやってもよかったかな。でも初手鬼しずくまで終わりだしな。バナのリフストって耐えるんですかね。いや、わかんないな。いや、よろしくお願いします。でもバナのリフスト来るんだったら耐える気がする。でも光のシートかだったら落ちるかな。さあ、初手バナ出しまけ。いやー。ヘドロ爆弾安定すぎるんだよね。テデフ出せないじゃん。初手番で終わったか。リザ X 出して、リザ X 犠牲にするか。リサ捨てると、まあ、ヒートも若干あれだけど、まあ、なんとかなるでしょう。ボルチェンから入りたいと思います。まあ、当然メガ進化ですよね。おそらくヘドロ爆弾だと思います。一応、あいつ、ナットレイが無効化してきますけど、ナットレイ来たら多分バナって大体、メザほど持ってると思うんで、まあ、そこは警戒せずに普通に、まあ、来たら来たで対処すればいいか的な感じでやってくると思うんで、これはリザードン出したいと思います。今犠牲になってもらうしかないか。お、メザ炎か。嘘でしょ。ここで、多分、今のメザ岩だよね。ここでリザードンバック読めるってなんだって、相手は超能力者か何かか。メザ岩ですよね、今の。え、メザ水？え、水はないわ。メザ電ってこと？いや、メザ電はないでしょ。で、一番バックありそうなのってナットリスを咲いてあるとして。コケコイスマリだとしてもあれだし、テレフだったら、あれでいいし。パルも別にヘドバクで大丈夫だし。ちょっと待って、困惑してる私。全然読めない。どういうこと？ここは多分交代すると思うんで、コケコバックしたいと思います。メザイはメザデン？どっちにしろ超能力者だな。リザードンバック一点読みな気がするな。リザ絶対来るって読んだのか、私の性質を見て。いや、ここでバナしてることはしないと思うけどな。焦げ子に勝てるわけだし、とりあえず取っとくでしょう。まあ、ヒート目いるんだったらヒート目でも見れるかって感じで、捨てるかもしれないけど。いやー、かぐやか。エスパーはスカーフによるエスパー像を無理やり読むんだったら、まあ、サザンもないとは言い切れないんですけど。
いや、どうだろうな。さあ、こちらの交代、お相手はおそらく交代してると思うんですが、さあ、力名か。あ、影が来ると思うんだよね。初手花ってことは初手テテフからの引き裂きを用意してるはずだから。うそー最悪最悪だー。いや、お前って超能力者だな。全部私のコード読んでるな。マジか、もうロトム捨てる気だったのかって、かぐやもサザンも、でもかぐや切ってるな。初手テテフ対面したらもう誰か捨てる気でいたってことか。勇気ある性質だな。ケアのために絶対クギア用意してると思ったけど、いや、もうわかんないですけどね。普通にコゲゴバック読んだのかな。読めるシーンではありますよね、普通に考えて。あそこでテテフレイ座ったらクギアバックされるかもしれないし、これはコゲゴバックするしかないって私が考えるのは目に見えてる感じはある。ここはでもまあボルチェンするしかないんだよね。ボルチェンでコゲゴ捨てはまだできないよね。だって、脱水中は、かぐやの可能性まだ全然ありますからね。テテフじゃかぐや勝てないしな。少なくとも対面からじゃ無理だ。ブルちゃん。さあ、脱水中を拝めますね。これメガネかな？ヒートムって普通焼け物だったら何持つんですかね？いや、わからないな。てか、焼け物のバナって何なんだろう。あんまりかぐやですよね。あー、そこ完全に読んでるな、相手。かぐや出すしかないですよね、ここは。かぐや出して、じゃあ、こけご出して、多分地震とか来るんじゃないですかね。地震だったら鹿で一発耐えて、そっから話が始まるんですが、ヘビーボンバー、一発耐えるでしょう。でも、かぐやって大体帯ですよね。こういうかぐやって、焼け物のかぐやって。帯でも火力足りるんだな。コケゴの耐久ぐらいだったら。一応、テレフが、まあ、A ベッパするとそんなもんなんか、かぐやって。いや、もうこれは降参ですね。うん、10万打っても、10万で全部麻痺させようかと思ったけど。一匹電気タイプいるんで、10万全部麻痺で突破無理なんで、これ対抗降参ですね。ありがとうございました。いやー、完敗だなー。初手がなー。まあ出し向きが全てだったって言ったら言い訳ですけど、まあ初手読みが冴えなかったってのもありますね。まあ最近のね、試合はこんな感じで全敗で1600割りそうなんで、まあ次の動画は1600切ってるかもしれないです。もうね、最近こんな感じでね、もう初手は読み外すわ。交換読みは全部、交換しても全部読みが外れるわね。もう一回もね、読みが成立したことがないんですよね、最近。もう全く冴えてない。いやー、もう変なね、でも下手な読みしてるんですよね。勝負どころ間違えてるというか。いや、どうなんでしょうね。たくまけももちろんあるでしょうけど。まあ、言い訳を置いといて。まあ、こんな感じで。まあ、今後もシーズン3、まあ、これで終わりじゃないんで。シーズン3の動画まだこれからも出していきたいと思いますので、よかったらよろしくお願いします。それじゃあ、今回もお疲れ様、ご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。またよろしければぜひ次回もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。それとね、ちょっと忘れてたんだけど、そう、今回ね、パート19ということで、まあ、毎回ね、パート10とか、まあ、20とか節目にコメント返信やってるんですけども、今回もね、やろうかなと思いまして、パート19の、コメント募集、パート20で返信するコメント募集を今回パート19で行いたいかなと思います。ですので、まあ、よかったら何かしら、まあ、実況に関することですとか、まあ、まあ関係ないことですとか、何かしら、質問コメント残していただければ、ここね、今この画面、今字幕なんか出てると思いますけど、今ここに、質問コメント残していただければ、そちら反応いたしますので、よかったら、コメント残していただければなと思います。多分ね、まあ、大体全部お返しできると思うんで、よっぽど来なかったらね。というわけでよかったらよろしくお願いします。というのを完全に言い忘れてました。2連敗のショックですね。
それじゃあ、本当に改めてお疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしければ次回もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。